アリシア州のアコルーニャ県の県とアコルーニャの中心部から2 4キロメートル離れた半島に立つローマ建築の灯台である。海抜5 7メートルの丘に立つこの塔は5 5メートルの高さがあり、スペインにおいて地平な灯台に次いで高い灯台である。灯台からは北、大西洋を一望することができる。20世紀まではブリガンティウムの塔の名で知られていた。 1791年に改築工事が施されたものの、ローマ時代に建築されてからすでに約1900年が経過しているにもかかわらず、ヘラクレスの塔は21世紀になった今も、なお現役の灯台として利用されている。2009年6月27日、ユネスコの世界遺産に登録された。ヘラクレスの塔は2世紀には存在を知られていた。 トライアヌスの時代に建設、あるいはもしかすると再建された。基礎部分は、フェニキア起源のデザインを踏襲したのかもしれない。ヘラクレスの塔は、アレクサンドリアの大塔台をモデルに建築されたと考えられている。塔の土台には、ラテン語で、マルティオーガスト、サクアシー、サビブスルーパスアーチーテクタスエイムニンシス、ルフサイタンブス、EX。 ボーカルという碑文の記された祖先が残されており、元々の塔が、ルシタニア属州アイミニウム出身のガイウス・セウィウスルプスという建築家によって、ローマ神話の神マールスに奉納物として捧げられたものであることが認められる。ヘラクレスの塔は2世紀から灯台として利用され、続けており、現存する最古の灯台であると考えられている。ヘラクレスの塔に関して知られている。 最も古い言及は、四百十五年から四百十七年頃に、パウルス・オロシウスによって書かれた、エストリー・アドバッサム・ペイグノスの記述である。セキューン・デュス・アングヤラス・セルキアム・インテインデット、ユビ・ブラギアンティア・ガリキ・キビタス・シータ・アルティッサム・ム・ファーアム、インター・ポーカ・メモランジア・パース・アド・スペキアラム・ブリトニー、エリジット1 7 8八年、もともと三層三十四メートルであった、ヘラクレスの塔に、 21メートルの4層目を含む新古典主義建築の改築が行われた。この改築は海軍の議官であるユース・トキオ・ギアンニニの指揮の下でカルロス3世紀の地世の間中続けられ1791年に完成した。スペインのこの地域を征服したローマ人は比喩的な意味においてここが地球の果てと考えていた。このことは フィネステラという言葉がよく示している。この地域は船の難波で悪名高く、コスタダモルテという名を頂戴している。アコルーニャの紋章、ヘラクレスの塔の起源については、長年にわたって多くの神話が語り継がれている。ケルトとギリシャ・ローマの要素を交えた神話によれば、ギリシア神話の英雄ヘイラクレースは3日3番も続いた戦いの末に、ゲイリョオンを打ち倒し、 その首を武器と共に埋葬し、その上に町を築くように命じたという。アコルーニャの紋章で灯台の下に描かれている。サレコーベと、骨はこの殺されたゲイリオーンを表しているとされている。ブレオガンの像とヘラクレスのと11世紀に編集されたレバー・ゴベラ・イレンにまとめられた別の伝説では、ガリシアの伝説上の建国者であるブレオガン王がこの地に、 彼の息子たちがその頂上から遠い緑の大地を見ることができるほどに高い巨大な塔を建てたという。垣間見た遠い緑の大地は彼らをアイルランドへ向けた北への航海へと借り立てた。塔の近くには巨大なブレオガン王の像が建てられている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。